よいしょ。こんにちは、こんばんは。日向たれです。さあ、約何ヶ月ぶりだ、半年ぶりぐらいのインスタライブ、せっかくなんでやってみたいと思います。ありがとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕はですね、昨日一つ作品がクランクアップいたしまして、楽しかったっすね。そう、ちょっとロスですね、今結構ロスですね。寂しい、超いい現場だったんで。はい、そう、ここ1ヶ月ぐらいはね、ちょっとバタバタしてたんですけど、それこそ昨日ね一つ終わったので、今は少し落ち着いております。まあ早速ね、始めていきましょう、インスタライブ。一昨日の夜か忘れたけど、一昨日に、ストーリーで質問募集させてもらったら、結構思いのほかいただきまして、質問を。びっくりしました、僕も。あ、こんなにいただけるんだと思いまして。はい。まあ、その中で今回ね、特に多かった質問とかに答えていこうかな、と思います。はい。まあでもね、やっぱダントツで多かったのはタカピーの話っすね。うん。アマネ役の小倉隆人くんとのなんかエピソードありますかとか、どういう話しましたかとか、仲良くなりましたかとか、いただいたんですけど、もうね、めっちゃ取材って答えたことばっかりなんで、多分ね、今更言ってもあれなんですよね。だから、ね、まあまあ、話してないことあるかなとかいろいろ考えて、まあ、何個かあったんですけど、そう、でも結構ね、インタビュー見ていただいたらね、割とね、いろいろエピソードあるんで、はい。まあでもなんだろうな。でもね、本当にね、くだらない話ずっとしてたんですよね。その、くだらない、それこそさっきツイッターに上がってたと思うんですけど、ね、カメラマンさんがセッティングしてる時にカメラに二人して映り込んで、こんなんやったりとかやって、なんかそういう悪ふざけとか、うん、ずっとしてたから、なんかこれといったエピソードがねない。だから、なんかなんだろう、僕の記憶力が悪いのかな、ちょっとタカピに聞いてほしい。はい。まあでも、で、ちょっと話していきましょう。いろいろ。奈良恋1話、ご視聴ありがとうございました。奈良恋第1話、君と奈良恋をしてみても。はい。先週第1話が放送されたんですけど、どうでしたか？うん。どうでしたかね。うん、面白いってすごく言っていただくことが多くて、そうね。まあでも順を追って話していくと、まず出演の話を聞いた時どう思いましたかっていう質問もあったんですね。なんて言うんだろうな、出演を聞いた時、でもまず一番最初に聞いたのは、キスしますかって、キスってしますかねって、はい。まあ、それは見てのお楽しみなんで、今で何も言えないですけど、うん。キスしますか？で、相手誰ですかって聞きました、最初。
でも結構大事じゃない？結構大事よね。相手誰かとかさ。うん。感じ。ちょっと待って、やべ、全然コメント読んでないけど。あ、かんきちが来てる。かんきちやっほー。とかね、相手役は誰ですかっていう話をして、大倉隆人くんですって言われて、大倉隆人くん、あ、原因は自分にある。あ、原自分の大倉くんと思って、へーっつって。で、そこからね、もっくんにね、あ、もっくんのグループだ、みたいになって、いろいろね、あれがね、線で繋がったよね。そういった部分で。いや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 、その相手がね、誰であろうとあれだけど、その事前に知っておきたいから。うん。で、君となら恋をしてみてもっていう作品で、みたいな。で、もうその場で漫画も、これ読んどいてって言われて、わかりました、つって帰って読んで、はぁ、つってこういうのがあるんだ、と思いながら。すごいね、面白かったですよ、僕が漫画読ませてもらっても。うん。超青春漫画。うん。ですね。そう、線で繋がりましたけど。まあ、あとは、なんだろうな、1話の話しますか。1話で、結構ね、僕びっくりしたんですよ。アイスのシーンが、思ったより反響いただいてて、アイスクリームをあまねの手でこうにやるっていうシーンがあって、あれがなんかすごくキュンポイントだったみたいで、あ、こういうのにキュンキュンするんだと思いながら、はい、意外とね、やっぱわからないもんですよね、自分でやってると。うん、とか、あとアドリブありましたかってめっちゃ聞かれましたね。うん、アドリブはありましたよ。監督が、松本花監督が、ね、結構ね、カットかけない時あるんですよ、たまに。そう。カットかけない時はもう、僕も高ピーも二人して、あ、これ続けなきゃだな、ってなって。で、それ特にあのシーン、なんだっけ。一番出会って食堂に連れてって、ご飯食べさせて、で、帰り際、階段から落ちるパーって気をつけてくださいよって言って、で、本来そこで終わりだったの。気をつけてくださいって、もう気をつけて心臓に悪い、ごめんね、ありがとう、お兄ちゃん言ってる場合ですかって終わりだったの。それがカットかかんなかったから、あまねもこうに階段降りてって、ちょっと気をつけてくださいよ。気をつけてないっつって、大丈夫だから。ちょっと休みしないでくれって。うわーって、タビーが。アドリブでぶっこんできて、うわーって言って、うっそーみたいな。僕あれ好きなんですよね、あ、階段アドリブだと思ったって。そう、あれはそうっすね、アドリブだったな。うん、だからそう、ちょくちょく多分あると思うす、これから見てても。そういう時は大体その不意に、僕らもこれアドリブで続けないとだな、カットかかんないからっていう時ある。だと僕らも言うだけ言っても、出し尽くしてもカットかけないときあるんですよ、監督。監督が楽しんでると、もうちょっとやらせようと思うんだろうな、監督も。もう僕らも限界が来るから、だんだんもう、え、ちょっと待って、まだカットかけないの？みたいな。うん。っていうのはあった。そう。そうっすね。アドリブね、ぜひ気づいてほしいっすね。そう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 。面白い、懐かしいな。そう、撮影も、まだやってるんですかとか聞かれるんですけど、撮影はね、真夏にやってました。真夏の江ノ島でしたね。アイスのシーンとかめっちゃ大変だったんですよ、マジで。本当に大変で。もう、秒で溶けんの、アイスが。毎回、持ち道具さんが、その場でアイス屋さんで買って、そのままバーって出して現場まで持ってきて、あ、お待たせしましたって言って、はい、持って、はい、よーいってやるときにはもう溶け始めてるから、そう、ほんと時間との勝負だし、そう、毎回ワンカットワンカットね、新しいアイス出してやってて、カットかかったらもう全スタッフさんにみんな配ってて、後半みんなアイス食べながら撮影してるみたいな、スタッフさんたち。そう。うん、そんなことありましたね。え？小平来てんの？ふぅ。だる？
ふうじゃねえんだよ。そうですね。そう、江ノ島のロケも、泊まり込みでやりましたよ。でも、もう本当にもう、超タイトなスケジュールだったんで、もう、なんかさ、結構やっぱ、泊まり込みのロケって、僕、すごいテンション上がるんですよ。毎回撮影終わったら、ね、どっか、その、ね、土地のご飯食べに行ったりとかさ、したり、ね、その江ノ島を満喫したりするんだけど、もうそんな余裕ない。本当に時間あれば睡眠、みんな。みたいな状況だったから、まあ、それだけは心残りっすね。うん。そう。そうそう、アイス。みんなしてアイス食べながらさ。楽しかったな、マジで。そう、あとは、江ノ島のおすすめスポット。これもすごく聞かれました、質問で。もう、これはもう僕、ダントツ、見晴らして、リュウジの食堂のロケ地ですね。あれね、原作も見晴らしてなんですよ。そう、見晴らしてでやってたんで、実際の実写でも見晴らしてさんをお借りして撮影したんですけど、あそこね、めっちゃ綺麗ですよ。本当に、シーンと一緒で、階段のシーンあるじゃないですか。前髪こうにあるシーンの、登って、もっと登るんですよ。もっと先に、あるんですよ。だから僕もね、江ノ島何回か行ったことあるけど、あそこまで登ったことないから、あ、こんなあるんだ。こんなご飯屋さんあるんだと思ったし、うん。ちょっと待って、本当にコメント見てないんだけど、なんか言いがかりつけられてるんだけど、俺今。なんかさ、普段さ、インスタライブ見る側だからさ、友達のインスタライブ。なんか自分が話すと本当にコメントって見れないんだね。うん。本当に見れないんだな。だからよくみんな拾ってくれてたなと思った今。自分のくだらないコメントを。僕今話すのに必死で全然コメントとか見れてなかったの。そう。なんかね、原作者の久保田先生も現場来てくれて。めっちゃ甘根だじゃねえや、めっちゃリュウジだ、めっちゃ甘根だとも言ってたし、めっちゃリュウジだみたいな話していただいて、めっちゃモチベーション上がりました。だってさ、親ですよ、リュウジと甘根の久保田先生ってね、その方に太鼓判いただいたから、もうそりゃね、ああ頑張ろうって思いましたよね。うん、そんな感じですね。はい、今夜放送です、第2話が。うん、2話のおすすめのシーンは、ごめんなさい、充電が 20% になりました。2話のおすすめのシーンは、予告で銭湯に行ってるじゃないですか。銭湯からの帰り道があるんですね。うん、僕あそこが好きなんですよ、あのシーン。なんでかって聞かれたら分かんないけど、なんか雰囲気というか、うん、すごい夜の海っていいっすよね。夜の海って、うん、すごい。あれも予告に使われてるわ。アマネって初めて呼ぶシーンですね。あそこが、うん、めっちゃ僕はお気に入りなんで、ぜひ。そうなの、銭湯多いのよ。2年前ぐらいにね、某特撮ドラマで僕、銭湯の息子役やってたんですよ。で、この前の4月期の連ドラで、まあ、銭湯じゃないんだけど、サバイバルのドラマだったから、なんか、ドラム缶に、お湯張って風呂入るみたいなシーンあって、そう、銭湯多いんですよね。そうそう、実家だから、そう、某特撮ドラマ、戦闘俳優ですね。なんで、それは、まあもうね、戦闘入り慣れてますわ。戦闘でのお芝居はもう、お任せください。って感じ。嘘です。そうですね。あ、そう、告知のストーリーってどこで撮りましたかって、前質問募集したストーリーあるじゃないですか。そう、めっちゃ綺麗。
だったじゃないですか、背景。あれも海作さんの目の前で撮影中にこうに、めっちゃ夕日が綺麗だったから動画回したんですけど。うん。そう、三原市邸は本当に、ぜひ行ってほしいし、僕も絶対行く。次、江ノ島行ったら、海作さんは。うん。高人くんと仲良くなりましたか？仲良くなりましたよ。そりゃ。そりゃ仲良くなりましたよ。いっぱい僕写真持ってますよ、高人くんの。だから、うん。ちょっと送っとこう。写真、使ってって。うん。そうなんですね。まあ、そんな感じですかね。そう、あとね、2話のね、これもうインタビューで話したかな。2話のとあるシーンが、もうオールアップのシーンだったんですよ。最後のシーンだったんですけど、絶対皆さん気づくと思う。なぜなら僕がすごく日焼けしてるから。絶対に気づくと思う。うん。僕ね、本当に日焼けやすいんですよ。そう、超日焼けしやすいタイプ、体質なんで、もう真夏の江ノ島ロケで日焼けしないわけないじゃないですか。もちろん日焼け止め塗ってるんですけどね。日焼け止め塗って撮影してるんだけど、そう、やっぱね、そう、すぐね、日焼けするんで、そう、でもこれでもね、落ち着いた方なんですよ、だいぶ。うん、だから、ぜひ、当ててみてください。そう、リバイスの時もな、日焼けはしますね。そうそう、急にね、黒くなるんで、リュウジが。急に黒くなるから、ぜひ、これはクイズ、ミッション。今夜の奈良公園2話を見て、さて、クランクアップのシーンはどこでしょう？ヒント、僕が一番黒いシーン。怒られるかな、こんなこと言ったら僕。そういうこと言わないでって言われちゃいそうだけど。はい。まあそんな感じですよ。奈良公園の話は、まあ、ちょくちょくじゃ、また、話題に出れば、話していきたいと思いますけど。そうなんです。私、今、君となら声はしてみても、もう出演させていただけてるんですけど、大河ドラマ、どうする家康、というドラマにも出演させていただいてるんです。真田信繁役。一般的には、真田幸村で、という名前でね、皆さんご存知かとは思うんですけど、真田信繁役をね、今、で出演させていただいてるんです。はい。そう。まだね、33話で初登場だったんですよ。そう。33話で初登場させてもらって、ワンシーンで、初登場のシーンだけやって、そっからね、まだね、僕出てないんですね。3週間、4週間ぐらい経ったんですけど。そう。で、ちょくちょく聞かれるんですよ。ヒューガ君もう出ないのかなって。いや、出ます、出ます。まだ出ます。全然。全然出るんで、それはもう首を長くして、お待ちください。はい。さすがに、真田信繁が、ワンシーンで終わることはないんじゃないかな。うん、だから、そこはね、佐藤浩市さんとどんな話をされましたか？あ、いい質問。いい質問ですね。佐藤浩市さんは、僕、デビュー作で、ご一緒させてもらってて、でね、デビュー作では、なんて言うんだろう、孤児の役だったんですね、僕。孤児で、それを、その育ての親みたいなのが浩市さんだったんですよ。だからもうその時は疑似親子みたいな。血の繋がってない親子だったんですね。それが、5年経って、4年経ってか。4年経って、今回血の繋がった親子、役。はぁ、感無量です。本当に。嬉しい。マジで嬉しい。こいつさん。本当にね、なんか、それこそ太陽は動かないの時に、の打ち上げの時かな、に、こいつさんお世話になりましたってご挨拶言ったら、ヒューガ、また、お前が役者続けてたらいつか、また一緒にできるから、まあ、頑張れよって言われて、
僕はもうその言葉を信じて今日まで続けてきました。 そしたらね、ご一緒させてもらえたのでね、もうその話ももちろんしました、小石さんにも。小石さん、本当に僕対話を行う時に小石さんからいただいた言葉を胸にずっとやってきました。そしたら、そんなこと言ったっけみたいな。ちょっとと思いながら、うん、そう、小石さんとのシーンもね、ぜひ楽しみにしていてください。はい。そしてもう一つ、明日から放送開始でございます、あの金曜9時のフジテレビのキンクドラマに、うちの弁護士は手がかかるというドラマにも出演させていただいております。明日初回放送でございます。あの岩渕良平役で出演させてもらってます。パラリーガルの役なんですけど、そうですね、弁護士の話です。ムロツヨシさん演じる元芸能マネージャーが突然クビになって、そしたらまあいろいろ紆余曲折あり、弁護士事務所に入ることになり、法律の知識はあるけど少しわがままな天才弁護士平手友梨奈さん演じる天野杏さんとのなんかね、デコボコバディがのお話です。はい。そのね、明日初回オンエアの直後に FOD のスピンオフでエピソード0っていうムロさんと平手さんがその法律事務所に入る前のお話があるんですね。それで岩渕くんを主人公にしたスピンオフを作っていただきました。それが1話のオンエア直後に配信されるんで、そちらも合わせてチェックしてください。はい。じゃあちょっとごめんなさい、このままの流れでちょっと一旦告知全部させてください。すいません、一旦告知させてください。一旦告知タイム入ります。はい。とりあえず明後日の土曜日の朝8時半にですね、土曜は何するに、生出演させていただきます。ありがとうございます。はい。それもぜひご覧ください。そして月末の10月28日の土曜日11時から HMV&BOOKS 渋谷店で、最後のですね、写真集のお渡し会をするので、ぜひ遊びに来てください。はい。最後です。ファースト写真集 5W1H という写真集を今年の僕の誕生日で発売させていただいたんですけど、それね、ぜひ、買ってください。買ってくださいじゃない。ぜひ、私から遊びに来てください。お願いします。はい。そう、だから、今回、奈良恋とか、大河とか、で、いろいろ、ね、知ってくれた方に、ぜひ、来ていただきたいですね。すごく、勇気がないんですって、言ってる人がね、いるんですけど、ぜひ、全然勇気とかいらないんで、軽い気持ちで来てください。待ってますんで。はい。そうですね。あと、奈良恋と内弁の TVer のお気に入り登録もよろしくお願いします。はい。ということで、一旦告知全部終わりました。すいません。長々と。あと、そのね、奈良恋の話の次に一番聞かれた質問が、仮面ライダーリバイスっていうね、出させてもらってたんですけど、仮面ライダーリバイスのメンバーとの交流ありますかみたいな話をね、よく聞いてたんですけど、リバイスメンバーとの交流はありますか？どうなんだ？リバイスメンバーの交流は、びっくりした、びっくりした、映ってた。あ、大丈夫。ごめん。びっくりした、今。気づいたらさ、なんか、インスタライブ入っててさ、今。あれ、びっくりした。ごめん、勝手に。ごめん、勝手に入れないでよ、ちょっとびっくりした。もう、ほんとに。もう、俺が話すんじゃなくて、もう、一緒に話す、直接聞こうかなと思って。
ああ、はいはいはい。はい、証明した。今これで。リバイスメンバーとの交流ありますかって聞かれたから。はい。交流ありますよ、もちろんですね。よ。ちょっと、紹介して。え？何？自己紹介して。あ、皆さん、こんばんは。日向の公式お兄ちゃん、前田健太郎でーす。親子5人だもんね。親公認の、多分、産んでる。日公向認の。家で生まれてる。そうです。うん。いや、僕が前田家のは、息子だから、今。あ、入れ替わっちゃった。なんであなたまあ、が息そう子？なの。そう。そうなんで確かす。にね。僕たちは、仮面ライダーリバイスで兄弟を演じさせていただいておりました。はい。けども、で、意外とさ、俺らとさ、その前から知ってくださってた方はさ、もうリバイスの印象じゃん、圧倒的に。そうね。意外とさ、最近言われない？前田くんと仲いいんですね、みたいな。ああ、確かに。言われるようにそう。なったね。そうだ、嬉しいよね、なんかね。あっちのそのドラマの方から入ったから、ここ繋がってるんだ、みたいつまな。もりね、う、ね。僕らも、リバイスが終わって、新しいファンの方が増えてきたということですね。そういうことです。ありがたい、本当に。これ僕電波悪いのかな？わかんない。全電然波悪く悪い。本当？ない。じゃあ大丈夫か。とりあえず、さっきの一番最初に出してきた、ぶっこんできたの何ですか？ん？何？ああ、これのこと？これのことかな？もしかして。あれだからね、それ、後輩たちに絶対いじられるからね、その当時、もしか 皆さん、ぶっこんでんの。10月16日月曜夜10時から匿名始まります。皆さん、匿名警視庁特別会計係、橋本環奈さんが主演のドラマに僕もレギュラーで出ているので、皆さんよかったらぜひ見てください。そしてね、匿名の前、匿名の日のネプリーグ出てます。皆さん、僕の大活躍。クイズ番組大丈夫なんですか？クイズ番組は、まあ、賢いやん。やっぱ、大卒だし。一応、一応ね。僕、この前まで大学生で勉強してたんで、そうだよまあ、自信ね。は、そうじゃん。自信。の時大学生じゃん。そうだよ。リバイス始まった時、大学3年生よ。3年生だっけ？ 4 年じゃなかったっけ？3年生だった。最初。ん？あれ？あ、もう始まった時は4年4か。年だよ。4年でラスト1年だそうだ。から、なんとか卒業できそうですみたそうです。大学4年生だったんですよ。リバイいスや、やりなはい。がら、これでレポート家で書いて、なんとか卒業したんですね。あ、クイズ番組は任せてください。あれだね。もう収録終わって多分手応えあったんだろうなって感じがする。ごめん、ない。ただ見てほしいっていう。盛り上がった。あ、そうなん盛り上だ。がりました。はい。なので、ぜひ見ます。はい。お願いします。リバイスメンバーはさ、どうですか？僕たちはさ、ちょくちょくさ、ケンちゃんの連載を邪魔したりして、何かまあ、とそうね。一緒になることあるけど、他のメンバーはどうですか？元気して。まあ、お仕事ではね、一緒になる機会はあんまりないけど、まあ、朗読劇ぐらいかな、一緒にやっ元気たあんのの？は。あとは、そうね。まあ、ちょくちょく会ったりはするよね。ちょくちょく会うし、普通に連絡取ってるし。なんだかんだでも、隼が一番合ってるかもああ、そうなんだ。な。俺、誰だろう。潤さん、潤ああ、さん、ジュンこの君前電も。ジュン君もね、LINE してる、ずっと。俺もね、潤くんとはね、LINE してる。割ジュンと、君の舞台、行けなかったわ。あ、そうね。この前、呪音、行ったもんね。ジュンはそ行ったね。れが楽しいよね。みんなのさ、舞台さ、みんなで見に行くそうの。ね。やっぱ、あのメンバーのさ、その後の活躍がやっぱすごい楽しみだよね、みんなの。自分も含めだけど。
嬉しいよね、テレビで見たり、舞台見たりすんの。と嬉しい。な。今日は。俺めっちゃ話したかった、めっちゃ言っておきたかったの、皆さんに。うん。俺さ、このインスタライブするのにさ、質問募集したのね。おう。したら、君には届かないの撮影現場でうん。の裏話を教えてくださいと。めっちゃ聞かれるの。めっちゃ言われたの。君にはの撮影現場ってどうですか？さ、とか。なんで、なんで。でさ、タイトルが似てるじゃん。まあ、そうね。同時、確かに分かる。同じジャンルのドラマなのにさ、タイトルも似ちゃってる。確かにね。そう。いや、すっでもなんごい。か嬉しいよね。いや、嬉しい、嬉しい。まさか、こんな同時期にね。そう、だからさ、俺も最初話聞いたときにさ、ケンちゃんがさ、先に決まってたじゃん。そうね。僕めっちゃ早かったもんね。4月ぐらいにさ、もうポスター出てたからさ。で、そしたらさ、浩平もやるって。で、何、お前ら同時期にやるんじゃんみたいな話。めっちゃ盛り上がっててさ、さ、俺もやることあったんだけど。ね。まさかのね。びっくりだよね、本当に。こいんやー、なピンポイントでね、ね。別に、皆さん、合わせたわけじゃないっすよ、僕ら。あ、ないんだよね。本当にたまたまだよね。たまたまこうなったっていう。ごいいよやな。ー、見てくれました？これちっちゃ。でもね、あれ主題歌は毎日聴いてるよ。ああ、マジで？めっちゃいい歌よな。めっちゃいい歌。ヒューガーのところもいい歌やん、めっちゃ。そうだよ、静五。ケンケンちゃん静五のライブ行ってたもんね。ライブ行った。めっごいちゃよね。いい。すごいいい歌。今日には？今日2話です。おお、そ楽しみや。言われたのが、その BL ドラマの先輩の前田から何か、アドバイスとかありましたかって言われ取たの。材？ああ、質問で？質問で。待って、樋口がセコってきてる。入ればいいじゃんね。まあ、そう、それで質問が来たんだけど、撮影俺の方が先だから。いや、後輩後輩。い僕や、の方が、僕4月解禁だし。いや、か、先輩だから、ロケ、ロケ、あんま、ロケ、フランク、あんま先輩ぶんな。むしろ、聞いてほしい、聞いてほしい、何でも、答え、先輩として。ない。終わってるもん。ない。ん？ツナ、もう、ツナもいるよ。つたもいんの？ちょっと待って、今さ、一瞬赤楚さん入ってきた気がする。あ、でもね、コメントに書いてある。あ、ほんと？そう、だこのから、まま。どういうこと？なんかうるさいんだけど、この人たち。ね、ツナ、今飲んでるねん、ダリー。なんで？ツナくん、飲んでるらしい。いや、絶対飲んでないでしょ。ねえ、だから、まさか、ここでリバイスの話がね、戻ってくるっていう、ここでリバイスでつながることがね、あるんだ。あやちゃんも今見てくれてたよ、さっき。マジで？嬉しいね。本当に。よく考えたらさ、1年、やばくない？ね。僕らさ、だって、終わってさ、からさ、2人ともさ、ドラマ出させてもらった。今ちょうどファイナルツアーの時期だもんそうね。そうそう。そうそう。けどさ、そう考えたら長くない？だって、ワンクールもさ、まあ、あっという間ではあるけどさ、まあ、長いって言われれば。そうね。4クールってわけよ。もう4期間で言うと。クール経ちましたよ。
ばくない？やばい。1年間さ、ずっと一緒になってたんだよ。でも、終わってから、やってる間もそうだけど、終わってからもすげえ濃い一年だったいや、ね、お互い。濃い濃い濃い。濃いし。何作、だって4作やってるでしょ？ 5？ ドラマのさ、タイミングさ、めっちゃ似てない？毎回同じタイミングでドラマ出てるよね。そうそう。1 1月月、期、7月期出ない。ゲットレディとテミス、ペン、と、お嫁くんとペンペントレ。それやって、奈良恋と奈良君恋ないと、はい。匿で、名、内弁。内面と匿名。ええな。ごいよね。こんなに被るんだっていう。樋 口が、俺たち、大泉毎日いたよな。いいなぁ。いいな。家が近かったのでかいよね。ね。だって、毎日誰かの家いたもんね。合宿だったよね、毎日。だって、もうチャリで行ける距離だったじゃん、家と家が。ね。勇気の家めっちゃ焼肉臭くしてたもんね、毎日。めちゃめちゃ焼肉食ってたんで。本当に青春だったもんな、マジで。なんかね、マジ部活みたいだったよね。本当に。青春取り戻した？だってしかもさ、撮影もさ、その、俺も分かってるからさ、し、休みかぶるし、そうね。スケジュールもね、お互い、いそつ仕事で、とかう。わかるもんね。そう。だから、撮影が終わったら、普通にまあ、ご飯行くし、感じだったよね、ずっね。と。コメントでコラボシャツ、何色がおすすめですか？コラボシャツって僕の、あれですかね？カンゴールコラボのやつですかね？なんか、わかんないけど。カンゴールコラボですかね？なんて書いてあるの、それ。ンゴールリバード。その上。それじゃあ自分でデザインしたやつでしょ。そうだよ。誕生日入れた、今回は。ちょっと前前の誕生日だ。だけ、誕生日入れてない。ああ、そういう、パーカーにね。マあれはーク。違う。じゃあ、改造したの。誕生日は改造ですね。ね。ケンちゃん、そ結う。構マー外れたなぁ。クめっちゃ覚で。えてる。浩平と仲良くなった。ね。します。ご飯の。ねえ、最初焼肉ね、焼き、行って。で、そのまま、なんか、ケンちゃんがその焼肉を出してくれて、で、なんか俺、浩平その時まだ敬語だよ。本当にありがとえ、う。ありがとうございます。ありがとうございます。言ったら、その後、僕、行ってきて。そう。で、じゃあ、ケンちゃんが、フィギュアケース買った、組み立てんの手伝ったんだよね。おごった。そう。ケンちゃん焼肉おごってくれて先輩ずらして、うるせえよ そうでで。も、フィギュアケース一人で組み立てらんないからそれで、フィギュアケース、俺は結構真面目にやってたよね、ケンちゃんちでフィギュアケース。マジで、ヒューガは結構そういうのね、めちゃめちゃ真面目にやるし、真面目にやってないやつだ結構怒るのよ ちゃんとやって、みたいな。いや、僕の、みそう、たいだけど、浩平がもうずっともう全フィギュアの首外すんだよな。ね。で、全部裏向きに置いたりして、全フィギュアの首外して、ね。別の人を刺したりして。あいつやってるよな。数分前までさ、敬語使ったやつがさ、そ僕のフィギュアで遊び始めたからう。もうね。そまあそっから仲良くなったよね。からマジで仲良くなったな。で、そっからだってもう毎日ご飯行くようになったもんね。明日も行こう、明日もなんか行こう。つながなんか言ってる。誰もやってくれる人いないなら寝る。ち。なになに？いや。ら2まあいいや。まあいいやつなんだから。やばい、充電がそう。やばいやん。あまね、あまね来てるって。高ピー来てくれてんの？ツナがすねてるよ、コラボしたいって。すればいいよ。入っにてすくれればいい。ばいいやん。その、なんか、入ってくるふりすんのやめなよ。お、高ピー来てんじゃん。高ピー、ヤッ こんにちホは。ー。僕の相方。エビダンが、エビダン、どっちもエビダンだもんね。ヒューが焼肉で好みの味で食べるって、半人前だろ。
そう、この前もさ、一緒に見てレバー、ホルモン屋さん食べて行って、でもそこはもう味がついてんの、すでに。タレをなのに、つけ後な編くてで、ももうそのまま。ね。腹立ってきて、もう。お前、つけんな。タレつけんな めっちゃ切れてる そんな怒らんだよ じゃあ、後編砂が、がこれ、ヒューホがル気コまンずいで、顔するもんね、すぐ。ん？だって。ヒューが気まずい顔するもんね、だって。ヒューガの気まずい顔あれやめてほしいよな、あの。もうでも、ちょっと嬉しくなってきたでしょ、だって。いじり。なんかちょっと最近わざとするようにもなってきちゃった。うん。気まずい顔ね。ケンちゃんはシケンちゃん。ンプルに顔いじるときあるもんで。何？ケンちゃん何？シンプルシンにプルに顔顔、あるイキかるら。ときあるもんね やめろやめろ。イキってるつもりないね。ケンちゃんのドヤ顔が世界一おもろいから、マジで。パンチングマシンで パンチングマシンでとんでもない3記録。割。左手3割。待って、タカピーがコメントくれてる。どちらもイケメンで皆さん目の方ね、だって。ありがとうございます。かわいいでりしがとうょ。ございます。かわいいでしょ。ちゃんとドラマ1話見たよ。お、本当？かわいどうかっだった？た。うん、かわいかった、めっちゃ。誰推し？え、あまね。リュウジ。ユージだよね。いや、どっちもだよね。箱推し。箱推し、箱推し。箱推し。あれ推しかな？アイスクリームの。やっぱあそこいいの？アイスクリームの写真推し。アイスクリーム写真推し。あ、夕日アイス。そう、夕日アイス推し。アイスか。夕日アイスあれ綺麗だったな。あ綺麗だった、めっちゃ。れめっちゃ綺麗だった。すごい、なんか、ヒューガが、もうちょっと、体、もうちょっと左、みたいな。あ、そう、手、アもうルちょっファと、ベット。なんか、寄り取ってる時の助監督みたいな。もうちょっと細上、かもうちょっいと位置が、上。細かい指示を。位置のね。このカツ結構シビアなんで。そう。あるある。撮影あるある。熱いあるあるだね。懐かしい。カズヤさん。カズヤさん来てる。カズさん、何来てんの？うん。すごいね。なんか身内ばっかり来るから、ちょっと視聴者さんね。を追ってる気がする。そうね。ちょっとさ、新しくファンになってくれた方にもね、知ってもらいたいね。もうちょっとね。知ってもらいたい。はい。いや、そうね、今、君には届かないの話してるんですけど、君には届かないで、大和役をやっています、前田健太郎です。多分知らない方もいると思うので、一応。確かに。ね。僕は君となら恋をしてみてもで、山杉隆二役をやってます、優雅たるです。リュウジってかっこいいよね、名前。隆二かっこいい。俺、山杉が好きなんだよね、山杉。山うーん。杉ってめっちゃかっこよくない？かっこいい。ケンちゃんの大和もさ、あれだうん。もん。山大そう、普通のヤマトじゃないのよ。だよね。いいよね。おしゃんよね。めっちゃ。大丈夫？かっこいい。ええよな。でちゃんも、とヒューガー思ってます。今までやった作品のキャラクターの名前みんな結構ね、好きなのよわかる。ね。いいよね。なんか。五十嵐一番でしょ。いやらしい。それ、オーディション前の話。遡あ、り先すぎ。ほど、五十ボイス。嵐一期です、一応。はい。一気かっこいいよね。一期かっこいいね。ああ。一気いいよね。大臣もかっこいい。大臣 も言っかっとくこいけど。い。大臣もかっけえから。いや、かっこいいって言ってんじゃん。かっこいいよ。しらせもかっこいい名前。ピアスもかっこよかった。カズマもかっこよかった。そうね。俺覚えてるよ、全部。水沢拓磨でしょ？花妻蘭でしょ？花妻大蘭。原山と。大原山と。匿名は？氷それ室。まだ。あれ？違う。氷室ってなんだっけ？うん、やってない。
氷室っていなかった？木村やってないな。氷室、氷室ってなんだ？俺何と勘違いしてんだ？あのね、水沢君、もともと氷室って そんな。わ、よく覚えてんの、そんなの。水最初沢は、の前そう。の、あれだ。氷室だったの。候補だ、氷室だ。解そう禁か、そうか。あ、氷前室。の、そう、月村ひさしです。ああ、すごい。いい名キリ前。ヤケイスケは覚えてなかったやろ、さすがに。キリア圭介覚えてない。あ、あれでしょ、美しいからでしょ。そうそうそう。確かに。そうなんですよ。うマジでヒューがすごいよな。なんかみんなのさ、役の名前さ、普通さ、なんかこう、ドラマ内で呼ばれてる名前とかでしかさ、みんな覚えてないのにさ、こいつ、めちゃめちゃフルネームで覚えてるんだよ。怖い。俺は、俺だって、ツナ君の昨日解禁されたドラマの名前を覚えてるよ。大鳥圭介。怖い。セガ眼サキ。鏡の。セガサキ。こうやってね。あ、そう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 。前髪、こんぐらいのやつ。かわいいよね、あの前髪。めっちゃ可愛い。あんな パめっツちゃンかか。わいい。目。いや、いいよね、なんか。ああいうキャラね、やりたいのよ、僕はね、ちょっと、オタクっぽいキャラ。確かにオタク役いける。だってまんまじゃん。そう。役作りいらない。役作りいらないよね。そのまんま、オタクをすればいい。花妻蘭。俺、花妻蘭好きだったな。花妻蘭ね。あそこに、花妻蘭がこうやってやってるよ。出るよ。幸せそうなやつでしょ。推したちに囲まれ。推しに囲まれて、花妻蘭が幸せそうな顔で、こっちを見てくる。やる、本当に。やめてや。初めましての人いるんだから、その気持ち悪いキャラやめようや。かっだよこいね。いとかにして、ほんと。かっこいいキャラでいきたいの。いや、別にそんなこともないわ。何キャラでいきたい？逆に。ミステリアス。じゃあ僕、寡黙イケメンキャラ。結構寡黙キャラで言ってんじゃない？寡黙キャラで言ってる？そんなつもりはないけど。水沢くん寡黙キャラだったじゃあ、そうね。寡黙キャラだね。ん。うん。健太郎くん美獣医だって。え、日向くんは？日向くんは？ていうか、花妻くんやってよ、だって。いや、無理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 。無理無理。無理っていうか、やってたじゃん、やってたじゃん。よくやってたじゃん。ですよね。控えめやな。違う違う違う、そんなんじゃないわけじゃん。見る。いや、僕よりプロや。僕より見てるやろ、それ多分。懐かしいな。あれだって4月期だよ。もう10月期だよ。めっちゃ最確かに。近な気がするけどね。わかる。いやー、お岩さんの悲鳴可愛かったよ、だって。やったね。しかったよね、あれ。めっちゃ、一日しかなかったけ楽しかったね。ど。めちゃめちゃあれ、楽しかった。もっと同窓会だもんね。地方回りたかったもん、回りたかった。俺。やばいよね。あれは熱かったね。なんしかかもさ、やっ本ぱ、も。面白かった。さすがハントさんだよね。はハントさん、ほんと。それではね、でも、なんかさ、やっぱ、ドラマ、じゃん、基本今。二人とも。そうすると、なかなかね、こう、お客さんの顔見る機会ってさ、少ないやん。リバイスの頃はさ、ちょっとさ、まだこう、イベントとかあったりしたけど。でも、こう、たまに、こう、朗読劇あったりとかするけどさ、ちょっと少なくなってきたからね、寂しいよね。ちょっとみんなに会いたいよね。みんなに会いたい。みんなに会いたい。なんと、
会えるイベントがあるんです。なる、この人。え、は俺い。今、出汁使われた？はい。私に使わせていただきめちゃめちゃ共感を求めて ちょっと宣伝しようかと思って。ちょっどうぞ。と待ってね。に、待ってね。はい。あ、大丈夫？めっちゃ10月、10月21日、筑波国際大学で、僕、トークショーをやらせていただくので、皆さん、よかったら来てください。まあ、なんか、詳しくは、筑波国際大学の学祭のツイッターから、詳細を見てください。たくさん会いに来てくれると嬉しいです。なんか、あんまりね、こう、スカスカだとちょっと僕は寂しくなっちゃうので。確かに。うわそー、やの、だー。怖いよね。怖いよね、イベントね。そうい怖う単独の。っ。怖怖いのよ。っ。めっちゃ怖いんだけど。みんな言ってあげて。そう。みんな3600マジで僕、この3600人全員覚えとくんで、僕メモしとくから。人。本当に。本当に目標を言ってあげて。全部メモをするから、皆さん来てください。本当に、本当にお願いします。お願いします。絶対来てください。ダサい、ダサい、ダサい。マジで、マジで、本当に、お願いします。こんな人やっこんなに、たわ。今までこんなお願いしたことない、多分。本当にお願いします。お願い、マジもう、で、かマジで寂しっこ悪いから。かっこ悪いからやめて。かっこ悪い兄貴が さらっと告知して、バーってくるもんだからさ。そうだそうよいね。いや、僕もそれかっこいいなと思ったのよ。やっぱり。う。もう、出たんだ、プライドは。プライド捨てました。プライドよりも後で傷つく自分の方が怖いんそうだ、でもう出す、もう、いわゆるもう、皆さん、必ず来てください。本当に。はい。マジでお願いします。マジ行ったりどうしよう。俺も行こうか、じゃあ。え、来客てよ。席から。筑波国際どこ？大学。何県だっけ？筑波国際大学は、茨城じゃない？茨城ですか。行こうかな。いや、来てよ。しれっと。ほら、群馬出身じゃん。全然関係ないし、別に。お隣やん。お隣、まあ、お隣か。いや、僕の中ではやっぱこう、群馬、栃木、う茨城るなんせですえよ。よ、うるせえよ、うるせえよ、埼 玉。なんでよ。なんでよ。別に言えよ。もう俺全部言うね。この人マジ群馬超いじんの。いじってないよ。めっちゃいじんの、群馬。なんか、ね、群馬ね、そうだね、ひが、群馬。でもさ、群馬、だってあなたいじってさ、ない。あなた、だってリバイスのロケめっちゃ群馬行ったよ。そう。リスペクト持ってよ。リスペクト持ってるよ。鶏群飯う馬。まかったでしょ。鶏飯めっちゃうまいよ。鶏平の鶏飯弁で当。も、これ群馬いじんのは、僕も埼玉いじってほしいの。なるほどね。うん。ね、埼玉ってなんかいじる感じでもないじゃん。なんか、栄えてるいじゃん。じられてる。うん。まあまあまあ。それ多分ね、あれじゃない？僕の。まあ、でも、そうね。でも、行くのがさ、埼玉、スーパーアリーナとかじゃん。だからじゃない？確かに。なるほどね。まあ、こんな感じですね。もうおい、ダサい玉とか書かれてる。ダサくないし、かっこいいし、渋いだろ、めちゃめちゃ。告知は終わった？全部。え？告知は終わった？告知終わったね。君ない、匿名、ネプリーグ、コラボ、学祭。以上。じゃあ僕もう一回言います。僕、はい。この後、君となら恋をしてみても放送です。第2話放送です。そして、明日ですね、うちの弁護士は手がかかるの初回放送です。で、放送直後に、岩渕君が主人公のスピンオフが配信されます。はい。そして、あさっての14日の土曜日、朝8時半から、土曜は何するで、生出演させていただきます。そして、月末の10月28日、11時からですね、渋谷の MV ブックスで、最後の写真集のお渡し会があります。はい。ぜひ来てください。ぜひ見てください。もう一個。はい、お願いします。池袋のパルコで、
君には届かないのポップアップストアがあるのでね、皆さん遊びに行ってお、ください。僕もこの前行ってきてサイン書きとかしてきたんで、わあ、ヒューガも行ってよ、池袋なんか近かったら寄ってってや。わかった。もうこれつけてないの、サイン。これつけてない。あ、もうつけてないんだ。つけて大ない。人になったね。大人になったよ。昔、仮面ライダーやってるとき、前田健太郎サインにこれつけてた。やっぱね、ターゲット子供たちだからさ、一そっ応。か。わかりやすくね。やっぱね、わかりやすくつけてたんですよ。さあ、じゃあ、まあ、10時になるんで、そろそろ、セガサキさんのインスタライブが始まるみたいなんで、樋口そう浩平。ね。セガサキさんと被るとね、ライバルだからね、一応。競合。競合。だいたい局同じ競だ合から。なんで。え、競合、ミスだから。そうね。競合なんでね。じゃ皆さん、セガサキさんのところ行きましょこう。みんなので。まま、みんなで行きましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、とりあえず、奈良公園には来てください。はい。はい、ケンちゃんも、ケンちゃんも頑張って。ありがとう。はい、お疲れ様でした。バイバーイ。